ガガチャンネルで元大関の小西がアガマル氏とのトークで盛り上がった。ガガ丸氏が小西に酒を飲んでいたか尋ねると、小西は決まっている時に飲むだけで、年に10回程度しか飲まないと答えた。ガガ丸氏は毎日飲んでいたのかと驚いた。小西は飲む時は大量のビールやテキーラ、ウ塚カを飲んでいたが、現在は そんなに好きではなくなったと話した。馬ガマル氏は、昔の小錦の飲みっぷりに驚いた。俺が飲むと、終わらないから、俺は根性で飲むから、別に美味しいと思わない。みんなを潰すためにしか飲まない、と首席でのスタンス説明。さらに、各界屈指の主語として知られ、当時は、巡業部長だった北の海を館方とのエピソードを披露した。 みんな、同じ旅館に泊まっていて、若い衆が来て、大関、みんなを助けてくれ、と、水戸泉、朝の若、とにしき関取衆がみんな北の海親方から離れられなくて、みんな帰りたいけど、怖くて誰も帰れない。わかった、行くから、と言って、みんなを帰らせて、親方と二人でずっと飲んでた。 次の日、親方が巡業に来ない。床山さんが来て、大関、頼むよ。親方が二日酔いで来ないんだよ。って、俺じゃなくて、みんなが助けてくれって言ったから、これには、ガガマル氏も、ええ、あと、驚きの声を上げていた。トースポ WE、大相撲の元小結びのガキバマル氏が、自身の YouTube チャンネル、 ガガチャンネルで、各界の生活習慣などについて解説した。動画では、関取以外のは、海力士は欧米屋で共同生活し、就寝時の思い出を振り返った。夜中の3時に先輩が座っているのを見て驚き、どうしたんですかと聞いても返事はなく、奥にも二人座っているのを見て、あ、こういう体勢なのか、と思ったという。また、 大きい力士は、横になると、肉が首にかかって苦しくなるため、座って寝ると解説。自身は座っては寝ないが、お相撲さんは、下向きになって練り枕を抱いて寝ると説明した。最近は、無呼吸マスク、c p ッ p があります。このマスクは、空気を流してくれるのでとても助かりました。現役中の体が大きかった時には、 このマスクをつけるととても楽になりますと明かしました。トースポウェブ、11日目、19日、名古屋、ドルフィンズアリーナで行われた相撲大会で、前頭筆頭の西霧が、前頭16枚目の遠藤を寄り切りで破り、10勝目を挙げました。この勝利により、西霧は、幕内の優勝争いで単独首位に浮上し、アベマの放送席も、優勝。 ありますと大いに盛り上がりました。立ち合いから、慎重に相撲を取った西霧は、遠藤に右上手を引かれましたが、一気に寄り切る相撲で遠藤を圧倒しました。この勝利により、西霧は一敗を死守し、今場所で十勝目を挙げました。一方、遠藤は三敗に後び去りしました。西霧の好調な勝利に触れて、 安倍まで解説を務めた元小結びのガキバマルは、すごいると絶賛しました。立ち合いは非常に慎重でした。じっくりと見ていました。あまり踏み込まず、変なところで回しを取られるのを避けたかったようですね。また、体の張りも見られます。止まることなく投資を持っています。相手も惹かれていました。と、西木の戦略と強さを分析しました。藤井アナが、 優勝も考えていいですかね。うと聞くと、あがまるは、考えていいと思います。と答え。西木に期待を寄せた。西木が圧勝し、ファンは、太鼓を踏んの様子を見せた。負ける未来が見えない。こんなに強いなんて動きが早いし、迷いがない。これは優勝あるぞ。と言われていた。なお、10日目の取り組みで、 前頭9枚目、北勝富士は、関脇、若本春により切りで破れて2敗に後び去りした。1敗をキープした西切が、幕内優勝争いの単独トップに立った。西切は12日目に、新入幕で白星が先行している前頭14枚目、湘南大会の挑戦を受ける。10日目の名古屋、ドルフィンズアリーナで行われた試合で、 新入幕の前頭17枚目、白桜大鳥が、元大関である、前頭7枚目、高安を送り出しで暮らし、今場所の勝ち越しとなる8勝目を挙げました。19歳の新入幕場所で勝ち越した白桜大鳥は8勝目を挙げた。敗れた高安は、6敗目を記録した。元小結びのガキバ丸は、安倍まで、白桜大鳥の取り組みを解説し、 やっぱり元気が違いますね、と感想を述べた。ガガマルはさらに、高安関はいつもより圧力が不安定で、あまり当たっていない、どこか痛めているんじゃないかなと心配させるような感じ、と指摘しながらも、いい相撲を取ったなと、自分の持っているものを全て出し切ったなという感じです、と称賛した。19歳の白桜大鳥の新入幕での勝ち越しに対して、 ファンからは、強いる未来の横綱か、気合い入ってる、勝ち越しおめでとうなどの賞賛や祝福のコメントが寄せられた。なお、白桜大鳥は、12日目に、小結、おもねんとの対戦が予定されている。幕内の優勝争いでは、前頭ヒット、西木儀がぱ敗を死守して単独トップとなっている。白桜大鳥は、師匠である、 元横綱、白鵬の宮城の親方が、新入幕場所で関東賞を受賞した際と、同じく、12賞を目標として掲げています。19歳の怪物派優勝争いにも絡んでおり、彼の星は、果たしてどこまで伸びるのでしょうか。